皆さんこんばんこばは、EC、マスターの清水です、はい今日の公開コンサルティングということであのレターの方にも記載しましたけどもえー、昨日あ今日からか今日から、えー、変わりましたヤフーさんのですねこのよいしょ有料配送のアイコン有料配送アイコンの表示条件に関しての説明とあとは楽天さんからの3月16日以降 変わりますよということのちょっと2点を今日ご紹介しまして、えー、通常どおり皆様からのご質問にお答えしたいと思っておりますがまずちょっと先に Yahoo の方にしましょうかはいえっ、ー、とこれもともと2月の13日リリース予定だったものが今日に延期されあの延期されて今日実施されているんですけども、まあ、ここにも書いてある通りですね、えー、検索結果と商品詳細画面にこうユーロ配送アイコンというのが表示されるんですけどその条件が変わりましたということで使用、えー、変更後っていうのは 上から一番目の配送方法が有料配送の基準を満たす場合はアイコンが表示されますよっていうことですと。で、あの、まあ、こんな感じで、実際の設定画面見ていただくと、こう、皆さんがこう配送方法をね、えー、登録されてるんですけども、この一番上が有料配送に対応した、えー、宅,宅配便とかになって、もしくはネコポスですよね。あの、それ以外の配送は多分、えー、注文日プラス使い届かないので、ネコポスか、ま、宅配便選択されてれば、えー、有料配送の条件を満たすと思うんですけど、 もちろん離島とか問い方は難しいですけどね、そういう設定をされている場合はですね、これが2番目になってると、今までユー配送のアイ出てたものが出なくなりますので、上に上げましょうねっていうのが、今回の改変になってますと。で、えー、まあどれぐらいちょっと今、一気にどれぐらい反映されてるかちょっとわからないんですけども、今、通常ヤフーショッピングで、まあ、例えばマスクというふうにこう検索をするとですね、今、マスクばっかり出てきますよね。あのデフォルトはこの優先 配送を優先的に表示してますということなので、まあ、こうやって出てくるわけですよね。有有有料料料配配配送送送、はい、なんですけども、まあ、例えばこれを「有料配送」というものを、えー、この解除をした時に、まあ、もちろんこう「有料配送」じゃない人も出てくるはずなんですよね。もうほぼ「有料配送」の人が売れているから上に来てますけどもこれとか「有料配送」じゃないですよね。 有有料配送有料配配送で、えー、これも違いますね。ということで、まあ、あのこの方々がもしかしたら設定をし忘れているのかもしれないんですけども、まあ、ちょっと分かりませんがえ皆さんはも一応自分の商品がちゃんとこの有料配送のアイコンが表示されてるかをまず見ていただいて対応していない場合はですね、えっと、危険だと、まあ、このショップさんとかで言う例えばビビショーさんはもうバイバイストアの,あの今日から超ペイペイ祭りも始まりましたんで参加されてるわけなので。 えっともしかしたら設定忘れられたらかわいそうかなと思いますけどまあそらくもともとあでも16時までの注文で当日配送って書かれてますからね、えー、こういう商品の場合は例えばカートに入れて、えー、このまま注文確認画面に行くとこんな感じでまあ2つあるんですけどもしかしたらこっちが有料配送の設定だったものが。 順番変えられてないから出てきてないという悲しいお店さんかもしれませんとちょっと分かりませんよこのこのショップさんがあのそもそも会員さんでもないと思いますし何かよく分かりませんが、えーまあ、こういう状態になってしまうということで、えー、通常検索されると有料配送のものが、ね、優先的に表示されるとまたお客さん自身がねこの有料配送っていうものをねチェックすると こんな感じで今度はもうユー配送の処置が出なくなるみたいなことで絞り込むこともできますので本当にあのここはきっちりですねあの対応しておかないとですね何もあの売上が下がる一方なのでえ今日まあ皆さん事前にお,お願いしてますのでされていると思いますけど今一度この表示条件に関わる仕様変更の方ね確認していただけたらと思いますがね。ああのの今度またあの えっと、後日 UI の表現も変わっていくと思うんですけども、本当に有料配送っていう日本語自体の意味が分かんないですよね。何が有料やねんって感じですよね。はい。日本語って難しいもんでね。お客さんから見たら、有料配送って何なんだろうって感じですよね。基本配送はみんな有料だと思うんですけどね。有料じゃない配送は何なんだって感じですよね。届かないのかっていう話ですね。はい。まあ、そんなのはツッコミを置いときまして、まずこれは確認していただくと。で、もう一つですね。えー、楽天さんのは3月16日以降にですね、何が変わるかというと、 この項目選択肢別在庫機能に登録した画像が検索結果に表示されますよ。検索結果等なので、えー、と具体的にはですね、ちょっと分かりにくいんですけど、検索結果、でこうやってお客様がこうタグを絞り込んだときに、この項目選択肢別在庫に登録されて画像が表示されるだけではなくて、お買い物カゴとか購入歴とかにもこの画像が出てくるというふうになりますと。でこれはあの楽天様の 職さんが勘違いされるんで項目選択肢とは違いいますよって書いて書項目選択肢別在庫って名前に似てるからねややこしいですけども項目選択肢別在庫の方の画像が3月16日以降に、えー、優先的に表示されますよっていうことで、まあ、実は昔もね一時こういう、えー、時があったんですよねすで、えー、に出てました昔はなんですけどあのいろんな事件がありましてですねあの何でしたっけはいあのメリーさん事件でしたっけなんかあの メディアを騒がすちょっとあの著作権をパクりまくったのでいろいろ問題があってその時に炎上してですねなんか結局いろいろこの機能自体が遅れやりしちゃってですね今は出てきてないんですけども今後そういうふうに変わりまして SKU プロジェクトに切り替えた方も同じようにこういうふうになってくるということでございますと、はい、で一応この項目選択肢別在庫設定の画像の方に関して言うと RMS の商品登録されてると思うんですけどもえっとちょっと今適当にこれでテストテストはい。 項目選択した在庫の編集画面のところにこういうふうにあのそれぞれこう画像を登録されてますよね。この画像が表示されると。でかつこのタグで絞り込んだときにこの画像にひも付いて、えー、出るという形になるのでこのブルーで絞り込まれたときはこの画像が出るという形になりますし S サイズで絞り込まれたときはこの画像が出ると。 いう形になりますのでもちろんあの画像だけ入れればいい,というわけじゃないですし、っかりちゃんとしたタグに紐づ付けたこの項目名と同じタグを入れるってことが前提になりますよってことはえご理解いただいて、ちょっとめんどくさいですけど、しっかり準備をしていただきたいなと思ってますと。はい。まああのちなみにですね、Yahoo ショッピングの方はですね、Yahoo ショッピングあのスペックっていう機能とかになっているので若干違うんですけども、例えば財布、レディースとかでやるとですね、 あのこんな感じですでにですねあの同じ商品の画像がこう3つ並ぶようになってましてこれ実は1枚目の画像ではないんですね、えー、クリックすれば分かり通り1枚目の画像は、えー、こいつですとでこいつなんですけどもこういうスペックごとに登録した画像が検索結果で優先的にこう分割し表示されるということで何ていうんですか1粒で2度おいしいグルコのなんでよキャラメル懐かしいですね1個登録しといたらあのいっぱい出てくるよっていうね えーまあ、そういう機能になっていてそれもねあの、まあ、いいのか悪いのか分かんないですよねまあそのやっぱり難しいですよね結局ねお客さんにとって本当にこっちがいいのかこっちがいいのかって謎,謎ですけども、まあ、今はこういうふうな仕様になっていて楽天もまあこんな感じで表示されていくんですけどここでちょっと違うのはヤフーショッピングの場合はこうスペックの色に投じたこう、えー、シンプルな画像を登録することが推奨されているんですけど楽天の場合はですねよいしょ。 ちょっと下の方に書いてますけどもえまあ一応まずですね、なんかとりあえずダミーで登録されてる方とかまず画像を消してくださいねとかいろいろうんぬんかんぬん書いてあるんですけどえっとまずここに書いてある通り項目選択肢在庫の画像は移行前ね、SKU プロジェクトの移行前はガイドラインの適用対象となりませんということなんであの一旦まあ、あの、気にしなくていいんですけど移行後で待っても180日間の まあガイドライン遵守のためのまあ準備期間、有予期間があるということなので、そこから約半年経つと、このガイドライン守らなきゃいけないんですけども、要はですね、この SKU 画像も商品画像登録ガイドラインを守らなきゃいけないっていうのがあるということも念頭において準備をして進めていただきたいと。で、これクリックすると意外とシンプルなページで大した内容が書かれてないんですけども、SKU ごとの画像も え商品画像登録ガイイドラインの適用対象とととなりますいうことで今の皆さんのえと枠をつけちゃいけないとかえテキスト要素20文字以内とか予備もダメですよとかえ写真背景か白背景ですよみたいなものが適用されるっていうことなのでえなのでまあ項目選択肢の画像の中はまあこのガイドラインが適用されますよってことをえご理解いただくという必要がございますと大丈夫ですかね。はい でまああのそのうちそうなると画像判定ツールとか画像判定チェックも対象になるんだと思いますけど今のところねあの非常に、えー、簡単にできませんので、まあ、そこは、えー、およい,おいまた、えー、アップデートされていくとは思うんですけども、まあ、ついでにあの画像判定の部分に関して言うとですね、まあ、これあの EC マスターズの会員の方じゃなくてもご利用いただけるんですけどああのまあ、R キャビネットのですね画面の、ねえーと 商品画像一括判定。まあ皆さん月に一回楽天さんがレポーティングしてくれますよね。今後 Yahoo さんも出てくると思うんですけども、あのー、こんな感じで、はい、えー、画像判定レポートみたいなのが、ここに出ると。で、皆さんこれをダウンロードするんですけど、ここに、ね、あの便利になと私たちがこの商品画像 NG 確認クってツールを提供してましてですね、あのここにあのレポートを取り込むと、あの、まあ、最新の情報がこう、 絞りり込んだりとかしてでポチッってやると、まあ、楽天の判定結果が開いてテスト結果が分かるという便利なものも、えー、誰でも使えますんでこれは是非ご利用いただきたいなと思っておりますが、えーまあ、とにかくですねあの迷った時は、えー、なんか適当に商品ページを作っていただいてですねはいでここにあの1枚目の画像だけ判定ボタンがついてると思いますから、ね、ここにペタッとてより貼ってポチッと押せばあの必ず結果が出るので。 当面は多分ちょっと項目選択肢別在庫の画像のチェックは多分クリックリンク先ないと思うんでこれはぜひこうやって皆さん何かあったらここに URL 貼ってプチッとただこの時はあのキャビネットがゴールドの画像じゃないとあのエラーになりますのでそれだけご注意いただきたいなと思いますはいということで繰り返しますがまずはえー p ペペ祭りが始まりましたがえーヤフーさんのね この有料配送アイコンの優先表示の設定を消していただいた方は、えー、超 PayPay ペペ祭りも何もなくどん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 埋もれてしまって、えー、逆に売れなくなってますので、えー、早めに対応してくださいということと、3月16日、あっという間にもう2週間後ですけども、えー、楽天さんのこの検索結果がですね、えー、お客様がタグに絞り込んだときにはあの、めちゃくちゃダサい画像が出てしまって、売り上げ下がるかもしれませんので、あのしっかり、えー、ガイドラインに沿った、 上でですね、魅力ある画像を登録するように準備をしていただけたらなと思います。はい、結構大変ですね。写真いっぱい撮らなきゃいけなくなりますね。こう S.M.E.L. とね、カラーがあると全部撮らなきゃいけないってことになりますので、準備していっていただけたらなと思います。はい。ということで、えー、今日はこの二点お伝えしましたので、はい、これ YouTube でもあの配信しておりますけど、あの、お、やってなかったっていう方はね、あのぜひさっそく対応していただきましてですね。 助かったという人はぜひあの EC マスタードクラブにご入会いただけると嬉しいなと思います EC マスタードチャンネルのご視聴ありがとうございました高評価、チャンネル登録よろしくお願いします概要欄のセミナー情報もチェックしてみてください今後もネットショップのためになる情報をアップしていきますので次回の動画でお会いしましょう